パティシエという名前が定着した洋菓子職人。ケーキやデザートなどの洋菓子を専門に作る仕事です。目にも美しいケーキなどを仕上げるため、丁寧に材料を扱う繊細さと美しく飾り付ける美的センスが必要で、新しい洋菓子を生み出す想像力も求められる職業です。計量器などを使い、材料の分量を正確に測ります。はい、お湯で温めながら立てていきます。だいたいこっちは熱湯で、中が人肌ぐらいになるまで温めて、では2段階に分けて回してるんですけれども、1段階で思いっきり高さを上げてふわふわさせて、水飴です。しっとりさとか、あと甘さ加減とかも全然違うので、程よく合わせた。2段階目でキメを細かくゆっくりと回していくんですけど、速さを変えてゆっくりと回して、あまり混ざりないとスポンジみたいな、もう本当にこうなんですかね、潰れてるような、ふわっとしてないような生地になっちゃうので、薄力粉と強力粉など異なる粉を配合しながらふるいにかけていきます。粉の配合によって出来上がった時の食感、軽さが変わってきます。卵は空気をたくさん含み、白っぽくなるまで混ぜ合わせます。ふんわりと空気を含ませるように素早く小麦粉と混ぜ合わせていきます。小麦粉を加えていくと生地は重たくなっていきます。手作業で行う場合は素早さと体力が勝負です。出来上がった生地を型に入れ、オーブンで焼いていきます。25分焼いて、その後温度を変えて、で色を見ながら焼き色をつけていきます。47% と 35% で、はい、ちょっとブレンドしますね。47% だけですとかなり結構脂肪分が高いので、ちょっと重たい感じになっちゃうので、ちょっと 35% 足して軽さを足してますね。生クリームに甘みを加えるために砂糖、香りをつけるためにバニラエッセンスを加えていきます。生クリームに空気を含ませながらホイップ状になるまで泡立てていきます。甘酸っぱい方が合うね。次にスポンジケーキを用意して、これを使う大きさにカットします。焼いている色がついているので、それは剥がしちゃいます。はい、ちょっとこれが意外と
仕上がった時にあまり綺麗に見えないので、これを2センチに落としちゃいます。でこれからこのショートケーキを中身をいちごをサンドします。で先ほどのいちごを中に入れます。なるべく隙間が空かないようにきっちりと詰めていきます。この上にもう一枚重ねます。今度は表面の仕上げなので、あんまり少し柔らかめのクリームを、そうですね、中柔らかいとだれてしまうので、で上にちょっと模様をつけます。あとは余分なクリームを落としてしまって、断面がよく見えるようにちょっと今お湯をつけて切ってます。でこれであと最後の仕上げをします。後ろから手前に引くように引っ張って巻きます。でどうしてもいちごが見えない部分もあるので、それを見えてる部分を正面にするように仕上げてます。最後に生クリームといちごを乗せて仕上げます。ショートケーキの完成です。仕事をするのに必須ではありませんが、国家資格である製菓衛生士という免許があります。やっぱりその物を作ってできた時の喜びと、例えば頭でイメージしたものがイメージ通りのものができるとすごい楽しかったり、あとはやっぱり一番はその人に食べていただいて美味しかったよってその喜んでもらう、それが一番の喜びですかね。